パークアクシス青山一丁目タワーは東京都港区南青山に建てられた超高層賃貸マンション青山一丁目スクエア内に所在する本校では同時に整備された都営南青山一丁目アパート等についても記載する2007年度グッドデザイン賞を受賞 青山通り沿いの商業、業務ゾーンから一歩入った、住宅地ゾーンとの間に所在した都営南青山一丁目団地、1から5号棟の建て替えにあたり、民間事業者に70年間の定期借地契約で、敷地を賃貸し、都営住宅と民間施設等を一体的に整備させることにより、都心で活動する人々に住まいを提供し、活発な都市活動の維持。 増進に寄与するため必要な施設を整備することを目的とする東京都が初めて民間の活力を導入した交友地再生のモデル事業の一環として建てられた都市再生特別措置法に基づく民間都市再生事業第1号に認定され国の2002年度補正予算で配分された500億円規模の都市再生ファンドによる初めての金融支援も受けた 2002年5月、都の事業コンペで、三井不動産を幹事会社とする体制建設、伊藤中商寺の3社が事業者に選定され、コンペ要項に従って3社が出資して、7月に、特別目的会社、南青山アパートメントを設立、10月に、都、港区などと、基本協定書を締結し、その後、着工。このか事業参画者として、 UG 都市建築、三井不動産住宅リース、三井不動産住宅サービスの3社が加わり、2007年3月、竣工した。施設は北側に、N 棟、南側に、S 棟を置き、その間に、既存の都営南青山一丁目団地六号棟との連携性を重視し、地域コミュニティを形成する空間として、コミュニティ広場を設けた。N 棟は、 地下2階46階建てで6階以上を、賃貸住宅、仮想部には、港区立図書館、商業、業務施設等を置いた。椅子棟は、地下2階14階建てで3階以上が、都営住宅、仮想部には、グループホームと港区立保育園を置いた。建物の内都営住宅部分は、と、図書館や保育園は、区が買い取り。 都の総合設計制度を利用して、公開空地や保育園などの公益施設を設けることで、容積率が460%から759.9%に緩和されている。6階以上に入る賃貸住宅、全379戸。ファミリーアクティブシニア層など、都会の快適性を追求する層に対応する100平方メートル前後のファミリータイプを中心に、 シングルやディンクスなど食樹近接志向に対応した60平方メートル前後のコンパクトタイプから外国人や定住志向者向けの150平方メートル超の大型重工まで用意した。また、ライフスタイルの変化や将来訪れる社会的、物理的な建築、設備の機能劣化の対し、長期間にわたって対応できる。 技術的配慮として 3300mm の階高を取って可変性を持たせスケルトインフィル住宅の思想を採用している3階に入る区立図書館周辺のビジネス環境に対応した資料収集に力を入れている1階にマイバスケット青山一丁目店が入る45階に都市活動支援施設として 国際医療福祉大学大学院が入居していたが、2018年4月、同大が新たに創設した東京赤坂キャンパス内に移転した。3階以上に入る、都営住宅。全員150個。間取りは 1DK、3DK。2階に入るグループホーム。純和会が運営する。1階に入る、区立保育園。 南青山一丁目アパートに関するカテゴリー、ありがとうございます。